といった感じになります。まあ、やはり去年よりはレベルが上がっているという印象ですね。はい、はい、ハローで始まりました。もちチャンネルです。さてさて、共通テスト英語リーディングですね。2022年の問題公表していこうと思いますね。はい、受けた皆様お疲れ様でした。どうだったでしょうか。まあ全体的にはやはりですね、トイック的な難しさが目立ったかなという感じですね。どういうことかっていうと、情報処理ですね。照らし合わせとか条件ですね。それらをこう使って答えを出さなければいけないっていうのが非常に面倒だったと思いますね。これ本当に正解になるのっていうようなものもあったと思います。これを本番のね、限られた時間の中でやるっていうのはやはり相当大変だなという印象ですね。はい、では、それぞれ見ていきますね。第1問の A はなんかブラジルのねフルーツでしたよね。でこれできちんと、照らし合わせなきゃいけない。もうそもそもさ、これポルトガル語なんだかわかんないけど読めないわけじゃん。そんな中解かなきゃいけないっていうのが大変だったと思いますね。問1がなんだか C から始まる謎のフルーツと B から始まる謎のフルーツの書いてあることを照らし合わせて両方に言えることを選べば OK という。まあこれトイックでよくあるパターンですね。うん、で、次がサワーケークっていうのがどれが一番いいみたいなんですね。サワーケーク作るのにどれが一番いいのかっていうので、これもサワーっていう情報とケークっていう二つの情報を使って答えを出すと。だから初っ端から二つともね、複数の情報を照らし合わせる問題になっているので、トイック的スキャンニングの問題ですね。なんで、まあ、去年のものとどう比べるのは難しいですけど、全然形式が違うので、はい、なかなか大変だったのではないかと思います。はい、次ですね、B は、キリンの名前をつけるというですね、なんかパンダの名前つけるやつみたいなね、そういう問題だったと思います。問1は、まあまあまあ、簡単な言い換えですね。between A and B。をスターティング何々アンティル何々っていうのと言い換えだからそんなに難しくないですね。で次が名前のアイデア出すときに何が必要かっていうのはまあ書いてあるのでいけばいい。ただやっぱこういうの慣れてないとね、なんか同じような言い方で書いてくれてるわけじゃないので別の表現というか別の言い方で書かれてるのでこういうのやっぱ慣れてないと大変かなと思いますね。まあ問3は確実に見つけられればそんなに難しくはないかなと思います。ただそこにねちょっと難しい表現とかが出ているので答えに関係あるところねといった感じになります。まあやはり去年よりはレベルが上がっているという印象ですね。はい、続いて問2、University Library のルールみたいなやつですね。でこれは結構大変だったと思うね。問1個はすぐ見つかると思いますけど、まあ、見つかるというかそこ読めてないとダメですけど、もう1個がどこだどこだっていう風にすごい探しましたね。めっちゃ時間かかった。でちょっとこれは時間がかかってしまうなと思いましたね。だから2箇所の情報ですけど当たり前ですけどね、見つけなきゃいけない。で次がオリエンテーションのところに行くときにあんたこれしなきゃいけないっていうエントランスのところと、これも情報の照らし合わせですね。面倒って思った。そして問3も、まあ、8番ですけどこれも照らし合わせですね。メインエントランスとまた別の場所っていうのの照らし合わせなんでちょっとめんどくさいよね。またしかもメインエントランス2回もね答えのヒントに使うのかっていうね、厄介な問題だなと思いましたね。で問4、これもめんどくさいよね。8月2日に3冊本を借りて8月10日に本を返しました。もうこの時点でね7日以上経ってるので遅れちゃってる場合は借りれなくなっちゃいますから3日間ね、そこで答えを出すっていう問題ですね。次が、ファクトを選ぶ問題ですね。この謎のね、はい、無意味問題ワンダフォーみたいなのがね明らかに違うっていうのは分かったと思うんですけど、選択肢だけでね、ただ他はちゃんと探しに行かなきゃいけないので非常に面倒くさかったかなと思います。やはり照らし合わせが面倒でした。続いて B ですね、はい、ペットに関するものですね。まあこれは群馬の塾での講演だったりとか、高校での講演でペットは出るからって何度も言ってたんで、まあやはり出やすいトピックなんですよ。最初のですね、高いものから低いものへっていうですね、ペットを飼ってる率っていうのはこれ簡単ですね。もうすぐに1対1なら書いてあるからすぐに行けると。で次はデイビッドのレポートの中のアドバンテージね、ペットを飼うアドバンテージはどれでしょう。まあ消去法でやってきゃ簡単だとは思うんですけど、変な選択肢って思った。次もそうですね、アンケートで分かったことを反映しているのはどれですかっていうの、なんかまあ面白い形の問題ですねこれね。はっきりとは書いていないけどそこから言えることっていうやつで、まあ消去法でやれば解けるかなと思いますね。積極法でいくのはきついかもしれないですね。まあ一応積極法で解けるようにできてますけどね。で次はオピニオンはどれか、別にオピニオンに線とか引かれてなかったですね今回はね。今回はもう選択肢だけで解くとかっていうのはできないです。ちゃんと読まないと解けないようになってました。でタイトルは簡単ですね。はい、これは言える。
続いて第3問の絵ですね。これが一番簡単だったんじゃないですかね。だって私たち日本人ですから、わざわざなんか絵とか使って説明されてるけど、日本の伝統のものなんてさ、わかるじゃん、これね。簡単だったと思いますね。太鼓とか琴とかさ、説明いらないじゃん。だから問1も簡単で、問2も簡単ですね。落語が出てきてるところで解けば OK。だからお三の家が最も楽でしたね。無駄にいっぱい書いてありましたけど、答えに関係あるとこさえ見つければ OK。続いて B ですね。はい。4つの順番を答えるやつですね。これただ順番出すにもさ、答えの根拠照らし合わせなきゃいけないよね。マウンテンのね、情報ね。だからなんか不思議、ね、順番を並べ替えるだけなのに照らし合わせなきゃいけない情報っていうのをね、こんな難しくする必要あるって思いましたね。で、次は、問いにはちゃんと言い換えが見抜ければそんなに少ないかな。で、問い3は、これはちゃんと複数の情報を照らし合わせないと答えが出ないように作られてますね。引っ掛けるままだね。そしてやってまいりました。鬼門のですね、照らし合わせ問い4ですよ。はい、2つあって、情報量は去年のものよりは少なくなってるとは言え、それでもめんどくさいですね。中古で電化製品買うのか、ネットで電化製品買うのかっていうやつね。最初のレンの方が解けるけど、引っ掛けもよくできてるね。問いになんか引っかかるようにできてますね。なんともう、なんか二人ともさ、アドバイスって言ってるけど、なんかもうステマみたいなね、もうコマーシャルかっていうような内容なんですけど、問いさんむずいですね。レンとシンディが両方レコメンドしてるのは何かって、これは答えられなかった人が相当多いと思いますね。いや、むずいと思う、相当。そんなとこに書いてあるのかみたいなのになったと思います。何回も読んだもん。次が、はい、条件を照らし合わせていくやつですね。New Appliances と Best Possible Prices っていう二つの条件に合うものを選ばなきゃいけない。で、次もそうですね。で、次は計算まで含まれるからね。マイクロウェーブを買うときは、一番安いのはこれ。で、テレビジョンで5年の保証をつけたら、ウォランティーをつけたらっていうのが、これがミソですよね。300ドル以上の場合には5年のウォランティーがついてきますよとかあったりとか、もう1個は10ドル払わなきゃいけませんよとかっていうのを計算して、で、比べなきゃいけないわけじゃないですか。だから非常にめんどくさいです。しかも表に並んでる順番通りに書いてくれてないよね、下の分ね。それもやらしいなと思った。なんでカットプライス、グレートバイ、バリューセイバーの順で書いてくれてないんだろうね。やらしい。引っ掛ける気満々です。だから自分自身はやっぱ第4問が一番難しいと感じました。続いて第5問ですね。テレビ作った人ね。プレゼンテーションのタイトルは大丈夫かな。サブタイトルができるんじゃないかな。で、アーリーデイズ。本当にね、読まなくていい箇所がいっぱいあるやつですけど、できるんじゃない。で、次でしょうね。やっぱり厄介で悩んだ人は多かったんじゃないかなと思ったのは、4つ順番並べ替えるやつですね。で、5択あったし、しかも4つが順番通りに出てこなかったですよね。だからこれ年代ちゃんと見てなきゃいけないんで、めんどくさいですね。はい。非常に時間を取らせる問題でした。で、問4とか問5になると、結構感動ものでしたね。頑張れみたいなね、場面が浮かんで。ちょっとね、泣けてくるような内容でした。4、5は面白かったと思います。続いて第6問いってみましょうね。去年よりはだいぶ使われている表現とかもレベルが上がったかなって。まず、diurnal を聞いてますね。diurnal、ノクターナルの逆だって書いてあるし、早稲田の理工でもね、前に問われたことあるやつですけど、やっぱ単語が難しくて困っちゃった人いたかなと思いますね。ただ、ちゃんと推測できるようにはできています。次の40に入れるもの、basically しか書いてないので、難しいんじゃないのこれって思ったね。どこが該当箇所なんだろうって思っちゃったりもすると思いますね。41とか、このためにこれについて述べていますとかってね、トフルでよく出るようなパターンなんですけど、これはできるんじゃないかなと思いますね。次のもそうですね。42とか43はできるかなと思う。40で結構時間取られちゃった人がいるんじゃないかなと思いましたね。とにかく答えに関係ないところが多い。それが印象。はい、続いてプラスチックね。はい、プラスチックの謎のマークがついて、プラスチックの種類を表してるよっていうやつね。問1は該当箇所ね。ちゃんと分かれば解ける。45と46はちゃんとタイプ2、タイプ3のところを見て答えを出せるようにはできてますね。だから、ただタイプ3がね、かなり遠くに書いてあるので、1、2、3って順番で説明が出てきてないのでめんどくさいですね。で、同じように、問3もそうですね。これ時間かかった人相当多いと思いますね。それぞれ1と6とか、1、2、3とか、1、2、4、5、6とかっていうね、5、6、4、5、6、7っていう風に、めんどくさいです。はい。それぞれね、情報を照らし合わせなきゃいけないので、非常に面倒だったと思います。はい。受けた皆様お疲れ様でした。いや、大変だったと思いますよ。本当に面倒。自分自身もすごく面倒くさかったです。解いた皆さん本当お疲れ様でした。よく頑張りました。
今僕が首席講師を務めますベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。 TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また個別メッセージをいただけますと僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて登録よろしくお願いします。